待って戻ってきてくださったかな、戻ってきてくださった、ごめんなさい、お茶取って戻ってきました。一応お茶取ってきますって言ったんですけど、多分また時差があるから多分それ切れちゃってる気がする。お茶を取ってきました、すいません、最近喉がちょっと枯れ気味で待って、なんでだろう、同じのが2個やっぱり来てる。なんか途中からなんか2個ずつになってる、なぜだ、前もあったこのバグ、なんか再開してから見るとコメントが全部2個ずつあるこの、うん、違う、再開前のやつを見ると、あ、ブッシュドノエルありがとうございます。4分猫耳でそうです、一緒にオンソロで猫耳しましょう。こう癒されます、ありがとうございます、こんにちは、雪の結晶ありがとうございます。4時まで、そうですね、全然、でも逆に早く寝て起きるにするか、4時まで起きてそれからお昼から、お昼からじゃないな、その後ちょっと寝るか考えます。フォローしちゃった、ありがとうございます、嬉しい。あ、アヒルありがとうございます、目が綺麗、本当ですか、嬉しい、こんにちは、こんにちは。今日のぬいぬいはレッサーちゃん、ちゃんと食べてる、なんとか食べてますちゃんとお茶以外に聞こえてた、おお、よかった、ありがとうございました。今日もほうじ茶です、取ってきたのは。でもさっきまではトマトジュースを飲んでました。花屋坊主、今日も可愛いぞ、優しい、ありがとうございます。待って、初訪問とか2度目の方がたくさんいる、ありがとうございます。 NGT48 3期生の北花江です。神奈川県出身の19歳です。私の配信だとなんだろうな、でもドラマとか好きなのでそういう話も結構するかなと思います。ぜひフォローよろしくお願いします。フォロワー今の直近の目標だと2100人ぐらいですかね。あ、フォローしました、出てる、ありがとうございます、こんにちは。話しか勝たん、え、本当ですか、ゆうなしか勝たんとか言う言ってそうだけど、こんにちは。三期生楽曲と新生クラクラさんメンバー楽しみ。おお、そうですね、私もクラクラさん楽しみ、でも3期生曲も楽しみ、私自身だけどかわいい、癒される声、本当ですか、嬉しい、そんなことないけど、はじめまして、あ、はじめまして、余計さん、ありがとうございます。 NGT48 3期生の北花江です。ぜひフォローしていただけると嬉しいです。神奈川県出身です。神奈川の方いるかな、え、かわいい、え、本当ですか、嬉しい、ありがとうございます、こんにちは。こんにちは、笑顔の花咲いて、ありがとうございます。花絵ポーズ、この子が今日のぬいぬいのレッサーちゃんなんですけど、レッサーちゃん、ここにこのゴムのブレスレットみたいなのをつけているんですけれどもね、この何色だろう、7色ぐらいの、こういう、一時期なんか私が小中学生の頃に、小学校の頃かなに、なんかちっちゃいこういう輪っかのゴムを編んでブレスレットを作るのが流行ってて、これをなんかどうやったのか分かんないけど、私が作ったやつをつけてます。
結構そういうのをつけてる子結構いる。こんにちは、レッサーちゃんです。この子はレッサーちゃんってずっと呼んでる、レッサーパンダのレッサーちゃん。おかえり、あ、皆さん戻ってきてくださってありがとうございます。アライグマ飼ってるの、あのレッサーパンダです。すいません、お茶取って戻ってきたんです。これの服装、服装じゃない、服装は決まったんですけど、あの髪型が決まってなくて。そうなんです、どうしようかな。今出張で小田原にいました。いい、小田原にいたんですか。おお、小田原は神奈川県の静岡寄りのところなんですけど、神奈川とか関東にいる方は知ってるかな。小田原も結構そうですね、私行ったことある、何回も行ったことあるかも。あ、初訪問ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。あ、そういえばこのレッサーちゃんちょっと可愛いところがあって、耳のところにこういう、なんだろう、ふさふさってした毛があるんですけど、耳の中が赤いんですよね。こっちもそうなんだけど、可愛い。あ、ちゃんと尻尾もあります。うん、かわいいです、あちゃん。みなとみらい素敵なところ。そうです、もうみなとみらいはもう言わずもがなと知れたおしゃれなところです。もう観覧車とかもそうですし、普通に夜景がめっちゃ綺麗ですね。なんか海にも面してるから、こう海から引き入れた川みたいになってる間を歩けたり、年中イルミネーション確かあったし。こんにちは、みなとみらいで仕事、みなとみらいにいらっしゃるんですか。すごい、本物も若い、ごめんなさい、本物の耳の中はわからない。こんにちは。1ヶ月後、あ、確かに1ヶ月後はもうそうですね、箱根駅伝、4日の公演、あ、4日の公演、私はまだ出ないんですけど、ぜひ楽しんでください。みなとみらいの温泉、あそこのところか、コスモワールドを渡って、なんだっけ、渡って橋の先みたいなところ。似合ったあのなんだっけ、万葉クラブさんみたいなだっけ。私よく通ってはいたけど行ったことはないかも。こんにちは、万葉クラブ。でも映画館でよく万葉クラブの CM 流れてた気がする、神奈川だと。花江ちゃん、いつ見ても可愛すぎる。ありがとうございます。結婚してくれませんか。あ、クイーンズ、あ、クイーンズどこだっけ。クイーンズ、私も多分行ったことある。みなとみらいにゴンドラ、ゴンドラっていうか、あ、ゴンドラ、あのロープウェイみたいなやつですか。ありますね、めっちゃ短距離の。パシーコ横浜、あ、パシーコ横浜、握手会とかよくやってますよね。花井ポーズ、
今日のねんねんはこちらのレッサーちゃんです。カップヌードルミュージアムも横浜にありますね。ああ、ちょうどコスモワールド通り過ぎて、万葉クラブさんとか、ワールドポーターズとか、赤レンガ倉庫とか、そこら辺にありますよね。カップヌードルミュージアムも何回だろう、何回も行ったことある、私。花江ポーズ。神奈川県は大体どこも行ったことありますね。こんにちは。皆さん、はい、初見さんがたくさん、初見さん、初訪問の方がたくさんいる、ありがとうございます。NCT 48 3期生の北アナエです。皆さんにたくさんの笑顔のお花を咲かせます。ぜひフォローよろしくお願いします。フォローよろしくお願いします。これ2月19日の東京のおしゃべり会が、決まりました。これの服装は決まったけど、髪型をもう決めておくかどうかをちょっと悩んでる。どうしよう。こんにちは、はじめまして。 ありがとうございます。はじめましてなのかな。ありがとうございます。入れなかった。何が入れなかったんだろう。カップヌードルミュージアムか。カップヌードルミュージアムは、そうですね。時間が決まってたり、夜の閉館時間とかも決まってるし。でもカップヌードルミュージアムって確かなんか、小中学生は、なんか一時期無料で入れたような気がする。いや、違ったらごめんなさい。初訪問の方がたくさんいる。ぜひフォローよろしくお願いします。こんにちは、花江ポーズ。ロキンさんありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。ユーナしか勝たんは行ったことない。え、本当ですか？花江しか勝たん。信じてます。じゃあ、着ぐるみ入ってない。あ、すいません。バレンタイン企画なので、着ぐるみは、オンラインか、新潟のオフライン、のどこかでは着ぐるみとかも着たいと思っているので、すいません。ごめんなさい。初訪問の方がたくさんありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。3部の時三つ編み、でもな、三つ編み苦手なのと、ですね、三つ編みをすると髪に跡がついて次の部にも響いてしまうっていうのと、あと、三つ編みメガネはオンラインの時のセーラー服でもやるので、どうしよう。2月行けないので4月多めになります。ありがとうございます。待って、4月のオフライン何やろうかな。それも決めないといけない。どうしよう。あとオンラインなんですけど、ギャルメイクをできるように今頑張って、どうやったら早くできるかな。私でもできるギャルメイク道具あるかなっていうのを今ちょっと調べ中なので、ちょっと1月のオフラインじゃない、オンラインがまだ出せてないのが申し訳ないんですけど、もうちょっとで決められると思います。でもまだ何か決ま、そう、まだそう足りないから、まだもうちょっとアンケート取らないといけない。そうなんですよ、申し込みが終わっちゃう前に決めないと何か分からないのにっていうのは申し訳ないから。そうですね、明日の早朝スペイン戦応援しましょう。花江ポーズ。新潟のフライ楽しみに、私も会えるの楽しみにしてます。あ、分かりました、ごめんなさい、すいません。でももしかしたら三つ編み気が向いたらというか、余裕があったらするかもしれないです。するの？なんか、なんだろう、ちょっと私もやってみたくなってしまったっていう。マナ先輩に聞いたら、マナさんやられてましたね、ツアーの時に。ギャルはそうですね、ギャルやったら皆さん会いに来てくださるかな。それで一人も来なかったら私ちょっと悲しすぎるんですけど悲しすぎるんですけど。なんだっけ、
しよう、そっか、4月のオフラインを先に決めてもありだな。あれ待って、すいません、紙がたくさんありすぎて、あ、これと、あ、そうだ、マフラーをつけてほしいっていう気もあったんだ。あ、どうしよう、どうしようかな、あーどうしよう夕方の配信は何時頃から、確か4時半ぐらいだった気がします。4時半ぐらいから1時間半ぐらいかなの予定です。スイーツ部が似合いそう、あー確かになんか雰囲気的にスイーツ部っぽいって言われたことある。でも部活まだ決まってないので何部に入るか楽しみにしてくださってたら嬉しいですね。あ、森保監督は元新潟のコーチ。そうなんですね、全然知らなかった。ギャル行くに決まってる、本当ですか、待ってます、何でも行きます。え、嬉しい優しい。ギャルになってアギエとか言うの言うかもしれない。モバメのハーフツイン、あ、ハーフツインもそうですね、どこかの枠ではしようかなと思ってます。ていうかは普通に別にギャルじゃなくても使えません。何々っていうか何々じゃないみたいなあ、でも普通になんかで若者言葉な気はしますけど、ギャルに限らず私もたまに使ってる気がする。1月14、7部申し込んだ、ありがとうございます。1月14、そう、1月のオンラインまだ決められてない、申し訳ない。でも巫女さんセーラー服三つ編み眼鏡とパジャマの枠はそうなんです、決まってるんですよね。そう、それをやるのは決まってるんですけど、まだ割り振りをしてなくて、まだ他の、そう、これは何時まで、どうしよう、2時ぐらいまでですね。こんにちは、初訪問の方がたくさんいる、ありがとうございますNGT48 3期生の北奈江です。ぜひフォローよろしくお願いします。2000人突破おめでとう、 ありがとうございます。サッカー部、え、でも私サッカー全然詳しくないです。あの日本代表のワールドカップとかじゃないと見ない全然詳しくないので、ちょっとそれは無理です。何々じゃね、あー何々じゃねーは私は言わない、普段は言わないですけど、ギャル語ではない気がしちゃう。ギャルってなんでしょうね、何々なんだろうギャルってなんだろう。こんにちは、早くあの絵に会いたい、呼び捨てごめんね、全然大丈夫ですよ。私もお会いしたいです。目がキラキラしてて、あー、あのですね、待って、なんて言うんだろう、スマホライトが反射してるおかげでキラキラに見えるんですよね。こんにちは、マナさんお手本に。そうですね、でもマナさんすごかったから、私はそこまでのクオリティの高さちょっと求めないでいただきたいこんにちは、ギャルに会ったことはありますか。ないかな、どうだろう。あ、初訪問の方たくさんいる、ありがとうございます。ぜひフォローよろしくお願いします。 NGT48 3期生の北花江です。神奈川県出身の19歳です。ぜひフォローよろしくお願いします。
できるだけ毎日配信頑張りたいなと思っております。単純にはないとおしゃべりしたい、私もお話ししたいです。いつぶりだろう。でももう1ヶ月ぐらいお話ししてない気がする。確かあれ、そうですよね、11月は確か来られてなかった気がするから、お話ししたいです。ギャルっぽく話すの頑張ってるの？ギャルっぽく話すの頑張ってる、ギャルっぽく話してみるってことですか？ギャルっぽく話してみようかな。何々なんだけど、何々じゃね何々、なんだろう、わかんない、あげーみたいな。でもギャルメイクしたらギャルっぽく話せるように頑張ります。ギャルはいなかった。高校はいなかったですね。高校はまずメイクがダメな学校だったし、校則も厳しめな学校だったので、そうですね。でも中学校はギャルではないかもしれないんですけど、ちょっと荒れてるよみたいな、ちょっと荒れちゃってるよっていうような子たちは男子も女子もいたので、その子たちが高校生になってた、なったのはだいぶギャル寄りだった気がします。めっちゃギャルって感じではないけど、でも神奈川県はそういうギャルの多い高校はたくさんありますよね。お嬢様風似合いそう。なんかそういう、なんだろう、この前のロリータはちょっと失敗してしまったというか、わからなすぎたのと、ネットで買ったやつが予想、写真とあんまりイメージと違ったのと、あんまりそううまくいかなかったので、ちょっとなんだろう、ちょっとクラシックロリータ、クラシカルロリータよりのお嬢様風な私服みたいなのも着ようかなって思ってます。あ、大きい、お腹空いた、すいません、ちょっといちごを食べさせてください。待って、ボールペンがない。もうとりあえずお嬢様風もメモしておきます。ギャルやるって言ったら行列できそう。いや、そんなことはないと思う。ギャルをオフラインでやるのはすごい大変なので、オンラインにしようと思ってたんですけど、オフラインでもやった方がいいですかね。でもやるならバレンタインでギャルはちょっとあれなので、やるとしたら4月の新潟なんですけど。笑顔のお花咲いてありがとうございます。動物部、でも私別に動物、なんだろう、そんなに詳しくはないです。動物園とかは行ってた方だと思うけど、すいません、ちょっと物が落ちてしまった、テレビのリモコンが。今日のぬいぬいはレッサーちゃんです。ゆきちゃんに聞いたらもう切れてくるなと。まあそうですよね、なんかなんだろう、ゆきちゃんに限らず
3期それぞれみんな、みんななんだろう、みんな仲いいし、みんなのことをショールームでお話しするのも全然いいんですけど、例えば私の配信でもよく誰々が何々してたよとか、なんだろう、別にそのなんて言うんだろうな、言い方が難しい、別にそのあーなんか話題になりそうな面白いことがあってとか、そういうことだったらいいんですけど、ただ何かをしてたよとか、誰々今配信してるよみたいなのが今はあんまりないんですけど、一時期すごいそのコメントばかりされる方とかもいて、そうですね、なんかうーん、配信、一応配信してるこのルームなので、その子じゃないこのことばかりコメントするのも、うん、ちょっとどうしようってなっちゃうのもあるかもしれないし、ゆきちゃんのところで私のコメントばかりするのはちょっとやめていただきたいですね。ゆきちゃんも嫌だと思うし、うん、そう、まあ、ゆきちゃんに限らず他の子もそうですし、私のルームでも全然他の子のなんかコメントばっかり来ちゃってどうしようと思った時もあったので、過去に。別に全く話をするなってわけじゃないし、全然話していいんですけど、今池袋の東武で時娘買える、そうなんですね、池袋に時娘、そこまで売ってるんだ、すごい。私のサイン見つけたらぜひ手に取ってみてください。ギャルですか？全然ギャルじゃないです。笑顔の穴咲いてありがとうございます。3期生なら姉は清楚系、いや清楚系ではないと思う。箸でイチゴは斬新、あの袋に入ってる冷凍のイチゴなので箸で取ってます。お嬢様じゃないです、全然。美味しいかい？うん、まあまあ。手が汚れちゃうのと、配信中なのと、あの袋に入ってるので、それをこうつまみ出すのに手だと無理なので。こんにちは。バレンタインの枠はもうちょっとギャルはやめます。バレンタインではオンラインかオフラインです。時間が来たのでまた、また話の流れ次第、まあそうですよね。花江ちゃんのことを話題にしてたよっていうのは大丈夫。どういうこと？なんかなんだろう、その子自身が例えば3期の誰かが何かの、私の何かを話してたよとか、そういうのはまあ全然いいんですけど、なんだろう、そう、他の子のルームでなんかそう、そういう今日のぬいぬいはとか、なんだろう、ゆきちゃん、例えばゆきちゃんだったら、ゆきちゃんと私に関する、二人に関することだったらまあいいかいいと思うんですけど、私のそういう、そう、今日のぬいぬいはとか、笑顔のお花咲いてよとか、そういうのばっかり送るのは、うん、ゆきちゃんもあんまりいい気分はしないと思うし、うん、他の子ももちろんそうですし、うん、まあそうですね、一応その子の配信のルームなので、その子のことをメインにしましょう。他の子のことばかり話題に出すのはちょっとやめた方がいいかなっていうことです。簡潔にまとめると、笑顔のお花咲いてありがとうございます。そうですね、お話の流れに沿った話題で、そうですね、
それゆきちゃんのルームで花絵がどうのこうのみたいな、なんていうの、そのなんかわかんないけどコメントされた方がいた。でもそれはそうですね、うん、私もそう逆だったら、やばお腹鳴ってきた、すいません、なんかなんて反応したらいいか困っちゃうから。全然いちご、ちょっとすいません、いちご食べていいですか、お腹が鳴ってきちゃった、多分聞こえてた気がする、恥ずかしいから食べます。大ちゃんしか勝たんありがとうございます。冷凍ルールーツはたくさんストックあります。花火ポーズフォローしましてありがとうございます。浜の女ってどういうことですか。こんにちは。浜って横浜ってことかな。はじめまして。要するにここにブザービートとかテイとかお前ら不足とか言うなってことかな。いやなんか全く言うなってことではないし、なんかちょっと例えばその子が見に来てくれてるとか話題に出てたとかそういうことも全然あると思うし、なんかちょっとブザービートとかテイとか来るのは私は全然大丈夫なんですけど、そうちょっとその一つコメントがあったぐらいだったら全然いいんですけど、そう お互いに押してくださってる方が被ってる子だと本当にその子のことばっかりバーって来ちゃうから、そうなるとその子の配信なのにその子のことじゃないことばっかになっちゃうので、うん、あのでもそれぞれ3期のみんなも意見というかそれぞれの考えとか配信の仕方があると思うから、みんなそれぞれだと思うんですけど、とりあえず他のところで他のこの配信ルームであの私のコメントばかり笑顔の話されてるとか今日のぬいぬいはみたいなコメントばっかりするのは多分その子があんまりいい気持ちにならないことも多いと思うので、それはやめていただけると嬉しいです。うん、そうですね、マナー的に。かわいいスタンプありがとうございます。うん、別になんか、他の子を全く話題に出すなんてわけではなくて、昼ご飯食べてない、そうですね、私起きてから今イチゴちょっと食べてるだけリップ塗ったりすると、私でも配信でリップ塗らないことない気がする。一人で喋ってるからめっちゃリップ落ちるんですよ配信中。はぁ、リップってゆうなちゃんのなんですね。全然わからずにハーリップってコメントを今まで何回か読んでました。ごめんなさい。いちごは冷凍のいちごです。すいません。いちご姫じゃない。横浜っ子なの？あ、そういう意味なんですね。すいません。浜の女の意味が理解できなくて。ごめんなさい。なんか、うん、そう、まあでもここのルームに今あの来られてない方ももちろんいると思うので、あの他のこのルームで例えばふざけてなんかちょっと聞いた話だとなのでわかんないんですけど、あったのかなんか花絵しか勝たんとか
花江がなんとかなんとかみたいなのをお見かけしたらなんて言うんだろうな、それに乗らないというかスルーがいいのかな、とかでお願いします。フォロワーさん2012にありがとうございます。やば、お腹がめっちゃギューってなってしまった。ちょっとごめんなさい、いちごを食べさせてください。どんどん沸かしてる。起きてから何も食べてない。やばい、お腹がどんどんなってきた。そうです、ここは花江さんのルームです。なんだろう、私の場合はそう、私のところに他の子のコメントばっかで困るっていうより、他の子のところに私のコメントばっかりでその子が嫌な気持ちになってしまうのが私もすごく嫌なのでやめていただきたいんですけど、そう、この時間だから来られてない方ももちろんお仕事だよとかいう方もたくさんいらっしゃるので、そうですね、なんかちょっと話題に出すぐらいだったらいいと思うんですけど、なんだろう、それぞれキャッチフレーズみたいななんかあるじゃないですか。そればっかコメントしちゃうとってなるかもしれないのでっていうことです。こんにちは、そこが面白かったりしたので、やばめっちゃお腹鳴ってる、ごめんなさい。私は本気で嫌がってる子も中にはいるので、ちょっとやめていただけたらなと思います。ちゃんと自分の意見を言える花江ちゃん好きです。でもなんかそう、他のこのルームで多分すごいお見受けされたのが多分私のだったから、私が言わないとダメだなと思って、すいません。こんにちは、ご飯食べてないです。やばい、お腹の音。そうなんです、今日このあの何の音かわかんないけど、なんか低いギューってなんか音がしてるなって思ったら多分お腹の音です。なんかギルギルじゃなくてめっちゃ低い音でグーってなってる。やば、またお腹なってきた。あ、でも待って、もうちょっとで配信終わる時間かな、そろそろ。やばい、待って、めっちゃなってきた。あ、すいません、ちょっと忘れてください、ごめんなさい。あの食べてないんです、本当にイチゴ以外。丸亀製麺の釜揚げが半額で、そうなんですね。丸亀製麺さん、あの美味しいですよね。でも釜揚げもともと安いのに半額になっちゃったらいくらになるんだろう、すごい。ハートありがとうございます。そろそろ壇上読みをしないといけない時間だ。あれなんだっけ、よいしょ、おしゃべり会の告知を最後にしておこう。2月19日の東京のオフライン現地での個別のおしゃべり会のバレンタイン企画をします。チョコは頑張って作ろうかな。の2部は冬のデート私服がテーマ、デート服がテーマの私服です。3部はセーラー服、紺と白、なんていうの、白を紺襟、赤リボンです。2、エプロンも一応。待って、やばい、めっちゃお腹鳴ってきた。やばい、ちょっと待って。ああ、ごめんなさい、忘れてください。4部はメイド服と猫耳をつけます。ということで。髪型はどうしよう、その、でもデート服どんな服かを、は、まあ、私しかわからないのに、皆さんと決めるのは難しいかなっていうのと、猫耳つける。メイド猫耳とセーラーどっちも下目ツインテールが増えちゃうからどうしようっていう悩みが今あります。
おすすめの日は2月19日のバレンタイン企画がある日です。あとはこれからオンラインも出すので、その日もおすすめは作ります。おすすめ、そうですね、おすすめ忘れずに作ります。メモしよう。忘れました、すいません。私の配信毎回お腹鳴ってて本当にごめんなさい。すいません、ごめんなさい。あー、ちょっと待って、もう一回なりそうで、やばい、お腹すいた。ちょっとやば、待って、なんかお腹の音がどんどん悪化っていうか、重度のお腹の音に変わってきた。よいしょ、お腹すいた。よし、そろそろ断食をしよう。お腹の音をこれ以上鳴らさないように。1位はケンチの一押しは花江さんだけだねさん。絵文字がまた変わってる、ありがとうございます。レッサーちゃん、ありがとうございます。2位ライさん、ありがとう、いつも。あ、花江だけがまだある、ありがとうございます。どうしようかな。クマ、ありがとうございます。3位はなはなさん、ありがとうございます。ピース、ありがとうございます。4位ファントムさん、ありがとうございます。お化け坊主にしよう、お化け、ありがとうございます。5位3日連続とか聞いてないさん、ありがとうございます。花江坊主、やばい、待って、お腹が、本当にお腹が、待って、これ以上ならないで。やばい、お腹鳴りすぎて、やばい、なんかお腹がもう限界だよってさっきからずっと鳴ってるんだけど、どうしよう。6位ゆうやさん、あ、花絵推しだ、嬉しい、ありがとうございます。何やろう、あ、ギャルピースやっとこう、ありがとうございます。7位茨城のゆきさん、あ、私の名前入ってる、嬉しい、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。8位よしみさん、ありがとうございます。猫耳、ありがとうございます。9位おじゃさん、ありがとうございます。やばい、待って、本当に本当に忘れてください。お腹の音はきっときっと、きっと聞こえない。待って、本当にお腹空きすぎて悪化がやばい。待って、よく考えたら昨日の夜も私ほとんど食べずに寝ちゃったからだ。すっごいすっごいやばい。だからどんどんお腹が限界を迎えている。やばい、ちょっと待って、本当にお腹止まって、やばい、なりすぎ。待って、なんだっけ、おじゃさん、おじゃさん、ありがとうございます。小顔ポーズ、ありがとうございます。10位スイバラだったよね、確か。スイバラの赤 T さん、ありがとうございます。何やったかな、あ、うさみみやってない、ありがとうございます。11位ケンイチさん、ありがとうございます。ヘビハート、ありがとうございます。12位まこちゃさん、ありがとうございます。どうしよう、どうしようかな、ダサンポーズ、ありがとうございます。13位ゆっこさん、ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。ちょっと待って、すいません、今日はちょっと後半お腹が鳴りすぎてしまった。なんかでもきっと聞こえてない。ごめんなさい、もう忘れてください。腸が動いてる、腸が動いてるっていうか、普通にお腹が鳴ってます。ずっと食べてなすぎて、腸が動く音は私多分この音じゃない。でもお腹が鳴る音もいろんな音がありすぎて、私どんどんやばいんですよね。どんどん悪化して音が変わっていく。カチューシャ、あ、カチューシャもどっかでつけようかな。
忘れましたね。そうですね。聞こえてないよね。そうですよね。もう本当に、あざとくないです。本当に嫌だ、恥ずかしい。大体の人がお腹の音より説教が印象に残ってる。ええ、でも私説教した？あ、説教っていうか、あんまり他の子の配信で私のコメントばっかりするとその子困るからやめてねっていう、あの、お願いです。あ、そうですね。カエルの音が外で鳴ってたんだ。記憶がありません。え、大丈夫ですか？最後に皆さん、あの、ハートはピンクになっていますでしょうか？今、やっと皆さんのおかげで2000人を突破しまして、目標は高く、今年中に3000人を目標に、まずは2100人を目指して頑張っていきたいと思うので、まだ、あ、ハートがまだ白だよって方は、ぜひフォローよろしくお願いします。今日はこの後4時半かな、ぐらいです。4時半ぐらいから、またその枠は1時間半ぐらい配信をする予定ですので、また来てくださると嬉しいです。ありがとうございました。